トランプ大統領はまあ日本だけじゃない世界に対して結構な圧力をねこれしろあれしろって言うんですでこれしろって言った時にはそれをしないんだったらこうしてやるみたいな本当そういうのアメとムチで来るんですよねこれ取引ディールとかって言われてますけどもねで日本に対してねほら安倍政権の時にトランプさんがいろいろと要求してきたもの一のつがこれでしたねもう日本はねこれ以上傭兵はいらないって言ってるんですよ つまりね駐留、えー、経費をアメリカ軍の駐留経費を日本が出せってわけですね。でも日本はねもうだいぶ思いやり予算とか言ってもう払ってますからもうこれ以上米軍の駐留経費日本が持ったらもうね兵隊のの給料の部分までで見なななきゃゃいいけけことになっちゃうわけですね。そうするとですね傭兵になってしまうわけですようこれほ本当によ兵でいいんですかって話で。 もう日本にはね、もう河野傭兵っていうのがいるから、これ以上傭兵はいらないんですよ。もう十分です。だからね、もう日本の首相はね、もうこれ以上傭兵はいらないんだと、いうことをですね、アメリカの大統領に言っていただきたいわけなんですね。あのー、これですね、ちょっと困ったことに、やっぱね、アメリカは、 日本を守ってやってるんだっていうすごい上から目線なんですよねわずかばかりの金しか払ってらんとじゃあアメリカ撤退したら日本どうするつもりだとじゃあそれだけの防衛力を自衛隊で賄おうとしたら1%か2%だけじゃ話にならんすよ 5%10% しないとねもう追いつかないですよねだから米軍がいることによって毎年何兆円浮いてると思ってんだとだったらねもっと金汚さん買いっていう風にトランプは言ってきてたわけですよ で日本はねやばいやばいそれやって日米安保破棄だからトランプは言うわけでそれ金出さないんだったらもう日米安保破棄するぞと彼はディールですから取引ですからこれをしなさいしないとこうしてやるぞってくるわけですね。 でも実はそんなことしないんですけども揺さぶるわけですよ。で日本の官僚もですねそんなありもしないことをふっかけてくるようなアメリカの大統領これまでいませんでしたから面食らっちゃってるわけですよ総理どうしようやばいですみたいな日米安保破棄されたらマジでやばいですみたいになってですね真に受けちゃうわけですよそれをまあ安倍さんはニコニコしながら言わせとけみたいな感じでねそれでまあ面と向き合ってやってみたら分かったこかったじゃあ今,今回は、えー、ちょっとねこれだけにしといてやるみたいな感じでですね うまく着地点も持たせてですね、だからトランプっていうのはある意味猛獣ですよ。これを上手にニコニコしながら、あ分かった分かったよしよしとか言いながらね、ちゃんとなだめることができたのが安倍さんなんですよ。だからこれ、例えば中国はこうだ、日本はこうだ、メキシコはこうだとか散々トランプで台湾にしてもこうだとか言ってますけど、これはまずね、基本はったりなんですね。 本当にそれをするかどうかはこれは話し合いで決まるわけだから真に受けちゃいけないまた言ってるよって言っとけばいいんですよそしてでどうするって話し合って、まあ、彼はビジネスマンですからちゃんと着地点に到達しようとするんですよこれがトランプさんの最大の魅力と言いましょう普通のアメリカの大統領が日米安保を終わらせるぞとかねそんなこと言わないでしょそれをとりあえず言っちゃうっていうところがトランプさんのお茶目なところなんですね なので真に受ける必要はないんですけどもそういうのをネタにいろ、えー、んと交渉してくるわけです今回もおそらくトランプさんは日本に対して中流経費払えとかっていうことを言ってくるこれまでどういうふうに安倍さんが切り抜いてきたかといったらアメリカの兵器買うよって言って そうかそうかとアメリカの兵器買うのか多かった,かったみたいなねあと、まあ、岸田さんの時は防衛費上げてますからねこれを安倍さんの時も上げて上げて上げてきましたこれトランプさん評価してたんですよで岸田さんも防衛費2%にするというねこれもトランプさんの評価するところですからお日本やることやってんじゃねえかとなればですねまた話が変わるわけですねこのね傭兵問題はヨーロッパも戦々恐々としてるんです GDP 比の軍事費をもっと上げると まあ2パーじゃ足らん3パーだとか言ってるわけですよそうするとね NATO を組んでるじゃないですかヨーロッパとアメリカでねアメリカばっか軍事費払っていてそれはヨーロッパは恩恵受けけてるわけですでもヨーロッパは大して軍事費払ってないと不公平だって言ってるわけですよね。お前らもっとね軍事費上げないんだったらもうアメリカはね NATO の国が核攻撃受けてもアメリカは核使わないぞと。 言い始めてるわけですよあ、こ,れこうトランプさんが前から言ってますよねいやなんならもうアメリカもうね NATO から脱退するぞって言ってるんですねこれ間に受けちゃいけないんです要はアメリカばかりに押し付けすぎじゃないのかと、うん、バカみたいだとなんなら出ちゃうぞっていうのはこれはハッタリなんですよねアメ確かアメリカばっかりにおんぶり抱っこでしたよね でもさすがにアメリカほどの軍事費は積めないけどもじゃあ我が国はこのぐらい努力します我が国はどのぐらい努力しますってこの努力が集まればほうほう頑張ったねと「お分かった分かったじゃあちょっとまだ足りないけどとりあえず今回国会で提置にしとこう」とかってなりうるわけですよ。でもやっぱりねトランプさんが言いたい気持ちも分かります。ななんんでアメリカばっっっかかりこんな金払ててやってんだとと不公平じゃないかと もっっと努力せいっていてうの、ね、言いたくなる気持ちはわかりますだからそれをね妥当なところから言い始めたらいやいやちょっと経済大変なんでえ去年と一緒ですいませんってなっちゃうわけですからなんなら NATO 出るぞぐらいのことを言うとピリピリっとなるわけで「やっぱりぞと」とアメリカ NATO って言ったらトランプならやりかねないと思うわけですよ。でも結構私が思うにトランプさんは 意外と常識があるんですよ無理なこと言うめちゃくちゃなことやってるように見えるんだけども話せばわかる相手だしちゃんと誠意を見せれば納得する相手なんですそれをやってきたのが安倍さんだからだから傭兵問題って日本だけじゃなくて結構ヨーロッパがビビっちゃってんですよねもしねこれアメリカがね核使わないってなったら もう NATO の意味ななんかかいですからねそうしたらもう中国とかもうロシアとかが北斎を読むわけですからもちろんそうはさせないこともトランプさんはね分かってますからね日本も着地点を見つけなきゃいけないだからヨーロッパも着地点を見つけなきゃいけないで日本が用意できる妥協点としてはやっぱほらせっかくね VLS っていうね護衛艦から垂直にねミサイルを発射する VLS っていう、ね、垂直発射装置って言いますけどこれ がトマホークを搭載できるようにえっ、ー、と改良するってことになってますよねだからトマホーク大量に買うんですよ日本は本当は国産で作んなきゃいけないんですけども、まずはちょっとトマホークを買うとだからとにかく日本はアメリカの兵器をかなり買いますよそして2%にするわけですからもうこれ評価し,してよって話ですよ <laughs>、えーえー、だからもうこれ以上払うとねマジで傭兵になるんだと もう傭兵は十分だだから河野だけで勘弁してくれとその代わりちゃんとやるから見ててくれというねそして、えー、米軍に本部に抱っこというつもりもないで現に米軍とね自衛隊でかなりの頻度で意味のある演習をするようになりましたからねだからトランプさんだってバカじゃないんだからバカは金平ですけどもトランプさんバカじゃないんだからやっぱり日本は大切だと思ってますよとりあえず言葉ではね 軍事費持てみたいに言うかもしれませんですけどこれを真に受けずにですねよ、まあ、よしよしってやななきゃいけないけですよねやることやってるからこれだけトマホーク買うしまあとりあえずちょっとちょっとちょっと日本の努力を見てくれとまあこういうことをですね、えー、石破さんがしっかりと言わなきゃダメですよだから安倍さんは言うことも言ってきましたからね武田敦康チャンネルの「切り抜きチャンネル」をご視聴くださいまして誠にありがとうございました。 え動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします、えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね